いやいや。やっぱテレビで見るより生で見る方が迫力ありますよ、そのスーツ。あ、これもそうやね。まあいいか、これ、はい。今回の動画は、まだ決まってないよ、ボーカルのやっさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。松山さんとお会いするのちょうど1年前ぐらいです、多分。そうですね。確か。1月に僕の有罪判決が出たんで。ほうほうほう。あ、そうですね。あ、ちょうど1、もう1年も経つんだね。そうそう。ちょっとガーシーって書いてますもんね。うん。いや、ガーシーの部屋ですよ。はい、304、はい、ガーシー。ガーシーのあれ見に行きます？あ、さっき見てきました。大丈夫ですか？撮っちゃいけないですもんね。いや、部屋から撮るのに全然構いません。部屋から撮る？いや、こっちから撮ったらいけるじゃん。どうもそれ。こっちから撮れるじゃん、これ。あ、これはいいんですか？これはギリシーズなんですか？いや、もう全然構わないですよ。こうは言ってるんですか？全然構わないです。まあ、これね、こんなん撮ったからって別にそこまで怒られません。ギリギリは全然大丈夫です。ちなみに、あれ、有罪判決だったのか、あれ、大丈夫なんかあったんですか？罰金とか。何もないです。罰金もないし、一日も僕拘束されてない。まあ、取り調べを受けてるんで拘束されてるっちゃあれでも、ただ刑務所とか拘置所とか留置所は1日も止まったことがない。あ、そうなんですか。はい、じゃ別にもうあれってもう解決何にもないんですか。終わったとかですか。あと、ね、まだ判決確定しなくて今最高裁に上告してるので。あ、そうなんですか。はい、最高裁で最終的にまあおそらく棄却されてそこで判決確定と。で、2年6ヶ月の懲役と4年の執行猶予がついてるので、まあ、これ執行猶予が外れるってことは 100% ないので、そこから最高裁の判決が出た日から4年間何もしないと刑務所行かなくていい。国会議員は不逮捕特権で逮捕できるんですか？いい質問ですね。逮捕っていうのとその有罪で何年か刑務所に行くっていうのは全く別物なんで、その逮捕されなくても有罪、僕は1日もだから逮捕されたことがないから、逮捕っていうのは取り調べとかまあ捜査っていう言い方がわかるかな、この人犯罪をしている可能性が高いので、警察があるいはまあ検察が裁判所の許可を取ってこの人の自由を束縛しますよっていうのが逮捕です。だからどこにも逃げれないようにしてしまうのが逮捕なんです。でもだから逮捕されたからって言ってこの人が有罪かどうかっていうのは後から裁判で決めるってなるんです。できるだけその逮捕はせずに、捜査をしましょうっていうのが大原則です。だから逮捕されたイコール犯罪者でもないし、逮捕されてないから犯罪者にならないっていうこともないです。はい、堂々としてれば基本逮捕はされないです。今その僕が有罪になったっていうのはその別にそのお金を盗んだとか女の子のお尻触ったとかね、人を殴ったとかそういう罪じゃなくて政治的な活動をしたことによるものなのね。そうか、 NHK を相手にと。そう、 NHK に対してそのお前らいかにせよって言ったら威力業務妨害とか、まあその辞めていった政治家に対してあなたたちは国民の裏切りだよねって言ったらそれが脅迫っていうことで、いわゆる犯罪の質からすると政治犯ってやつね。政治的な主張を通すためにそれがやり方がちょっと過激すぎましたよってことなんで。なるほどね。はい、ガーシーさんが、うん、あんだけ日本に来ないって言ってたじゃないですか。はい、これなんで来ることになったのかっていうと、あとそもそも、はい、なんですか、なんでこのタイミングでこう家宅捜索みたいな、なんかもっと早く行われてもおかしくないじゃないですか。何が起きてんだろうなと思って、はい、なんか。そうだよね。多分、世の中の人の 80% ぐらいは分からないよね。なんか、逮捕とか、ガサ入れ、いわゆる令状とか、うん、不逮捕特権とかなんか言われても、いわゆる国会議員は逮捕されないとかって言われても、何のこっちゃ分からんやろうから、逮捕っていうのは、あくまでも、その、自由を奪う行為であって、犯罪者に行うものではない、必ず行われるものではないっていうこと。いや、人を殺したりとかするとまた殺す可能性もあるから逮捕して、うんうん、一旦警察に閉じ込めると。そのためには裁判所の許可はいるんだけども、裁判所許可なくできるのは任意の捜査は警察の単独でできるわけ、うんうん、あなたはちょっとね、この間人を騙した疑いがあるから詐欺の疑いで調べさせてくださいやるんです。まあ、他にも僕だったらその威力業務妨害とかっていうので、まあ、過去にも別に名誉毀損とかもいっぱいやられてるから、まあ、警察に呼ばれたらすぐ行くから。はい、あ、じゃあ今回もガーシーさんは警察に呼ばれて
行くって言ってましたもんね、普通にね。警察に呼ばれたけど、行かなかったんですよね。12月の、だから20何日かに、その、言われた。まあ、正確に言うと、警察はガーシーには言ってなくて、ガーシーのお友達の弁護士に言ってきたの。一緒によく生配信の、うん、高橋弁護士に言ってきた。でも、法律上だからあれもちょっとおかしくて、弁護士っていうのは、この事件で一個一個依頼をせなきゃいけないんで、なんか友達の弁護士に言ったみたいな形になってるけど、それを高橋弁護士がガーシーに警察が話を聞きたいって言ってるよっていうことで、まだ公にされてなかったのが、急にその警察の動きが、読売新聞が書いたのかな。で、それでみんなが知ることになって、それ俺と俺も知らなかったから。お、タッチバーさん知らなかった。知らなかった。だから結局警察は自分たちが発表すると、こう、いろいろと問題が起こるから、一人の刑事が、その、新聞記者とかに、記者に喋ってリークするっていう方法を取るわけ。ほう、なんか、わかるなんか、それは、なんだろう、1月ちょっと中旬ぐらいに、こう、なんですか、この、取り合いが始めてるというか。いやいや、12月末にそういうことがあって、うん、で、1月の11日に、いわゆるガサ入れっていうね、うん、そのガーシーの YouTube の、その広告収入を受け取っていた会社にガサ入れが入った。そっか、それは別にだから NHK とその関係ない、ああ言ってますね。いや、このガーシーの事件に関しては、うち NHK とは直接全く何も関係ない。多分 YouTube 始めたのはガーシー去年の2月だから、その YouTube を始めた時にアカウントを取ったりした人がガーシーの友達とか知り合いなんでしょうね。で、それをガーシーにいろいろとパソコン買ったりとか、だって110円しか持ってないわけだから。110円持って行ったわけだから。だから、じゃあお前おもろいやん。そんな芸能界のことしてんねやったら、その裏話 YouTube で話したら儲かるからやろうや。っていう話を持ちかけた人がいるわけでしょ。その人の、だからその人がチャンネルのアカウントとかも立ち上げたから、ガーシーの利益をその人の口座に入れるっていう契約をしてたんでしょ。ああ、なるほど。そっか、それは何ですか、グルとしてだから家宅捜索できるとかですか。要は同じ YouTube チームとして見なされてるから、うん、要は普通は個人でやるから、ガーシーのやる、例えばガーシーは、お金を得る目的で脅迫してるっていうことになると思うね。普通は脅迫してお前金払えやってなって、相手から脅迫してる相手から直接お金もらうと恐喝になるのよ、うん、脅迫よりも強い重い罪で恐喝になるんだけど、うん、悪いことをバラすぞって言いながら別のとこから広告収入得てるから、うん、犯罪って結構動機を解明しないといけないわけ、うん、人を殺しても、あ、もうすぐ死にそうな病気がちのね、末期のお母さんを刺して殺しました、もうこれは安楽死みたいになるわけよね、例えばよ。うん、でも、まあ、もう別れた、浮気した旦那を殺したとか、犯罪には必ず動機があるから、うん、ガーシーが YouTube で人の悪口を、というか、まあ、悪口というか、まあ、名誉毀損をすることは、うん、脅迫したりしてるのは、YouTube からお金をもらうためですよね。うん、それは、ガーシー個人の口座に入ってるわけじゃなくて、ガーシーのお友達の口座に入ってるから、じゃあその家をガサ入れして、いわゆる強制的に警察が立ち入りして通帳とかを押収する証拠を集めたっていうこと。実際に3月上旬に行かってこ、らっしゃって言えばさ、うん、それって普通にちゃんと登院できるんですか。その逆にその、うん、帰ってきて、うん、その国会までの間に連れてかれちゃうっていう可能性はないか。あ、だから23日から今日17日だけど、ちょうど23日、6日後には国会が開くので、うん、国会議員はだから、有罪になって実刑になると刑務所行かなきゃいけないけど、基本、これ、ションベン刑って言われるんだけど、うん、その名誉毀損とか脅迫なんていうのは、基本はそんな実刑になるような罪じゃないから、うん、だから、そんなもので不当に逮捕するのはダメですよって憲法になってるわけ。うん、逮捕っていうのは簡単に言えば、すごく、荒っぽいことになるのね、うん。疑いがあるから、この人逮捕しましょうって考えで。普通はこの人が悪いことしかどうかを今いろんな証拠を集めて、裁判で有罪になって、初めてその人は逮捕っていうか、拘留されるわけよね、うん。自由を奪われるわけよ。うん、でも、裁判も終わってないのに、その人の自由を奪うっていうのは、よほどのことがないとできないってなってるわけ。
で、それは、裁判所も、その警察も国の権力だから、国会議員の中で、その多数派の悪口とか都合の悪いことを言う議員を封じ込めるために、その逮捕っていうことをやり出しかねないから、憲法で国会議員は逮捕しませんと。で、逮捕したい場合は、その参議院の中で過半数以上の議決を取って逮捕するようにしなさいって一手間かかるようになった。はあ、なんかその、そういうルールとか全部取っ払っても、えって強引にやられちゃうみたいなことはないと思うんですね。ないと思う、俺はね。うん、だから強引なことすると、だから法律違反なことをやっぱり警察とかがやるとね、それはそれで批判食らうから。あ、まからせますぎてですね。うん。普通にガーシーさんが、国会質問する時が来るとですね。まあ、来ると、本人はそのつもりでね。ただ、だからその、まだ本人が3月に帰ってくるっていうか、まだ2ヶ月もあるから、まあ、その間にその逮捕の許諾っていうのが出ると、日本に帰ってきたら即逮捕っていうことになれば、ガーシーが帰ってくるかどうかっていうのもわからない。その逮捕の許諾がどうのこうのっていうのは、うん、わざわざ事前に連絡くれるんですか？いや、だから一般の人は事前の連絡はないけど、国会議員だから国会で賛成っていう人が半分以上いないと逮捕できないのよ。あ、ってなると、そのパターンは、じゃあちゃんと国会で、はい、過半数以上が逮捕してほしいよって票を入れた状態が世の中に公になって、そう、公になるので、そうすると帰ってこないっていうことも考えられるよね。はあ、その議決みたいなものが問われる可能性はあるんですか？まずはだから警察が逮捕状を請求しなきゃいけない。警察が裁判所に逮捕状を請求、いわゆるこの人の身柄を押さえさせてくださいっていう証拠をつけて、警察は裁判所にお願いするわけ。その時の証拠で、さっき言ったようにそのガサ入れの証拠とかが、もともとガサ入れから逮捕状とか令状を取らなきゃいけない。逮捕するための助走ってことですか？もちろん。そうそう、だからその例えば強制捜査、ガサ入れっていうのも国民のその自由を奪うっていうか、その勝手に人の家に土足で入っていく、土足っていうか土足ではないけど、鍵かけてるところを開けて無理やり行くわけだから、それなりの証拠がないと裁判所は認めてくれないわけ。それでだから唯一できたのが、一緒に YouTube 運営してるその友人の、家なのか事務所なのかっていうところ。これ細かいこと言えばね、多分こう動いたんだと思うね。名誉損された人が警察に被害届を出しに行く、告発状だと思うんですけど、実は被害届って言ったら分かりやすい、被害届を出しに行く。だから警察がそれを見て、実際 YouTube でこういうこと言われてます、私こんなことしてませんとか、これは私怖いです、脅迫されてますよねってなって、あ、確かにそれは証拠として十分ですねと、今度 YouTube 側に警察が、アメリカの YouTube 側に今度お願いするわけですよ。このアカウントは誰が開いて、この収入はどこに入ってますかっていうことを、いわゆるアメリカの Google 社に問い合わせしなきゃいけない。またそれが1ヶ月、2ヶ月、アメリカからの返事がかかるわけですよね。あ、そうか、そういうラグもあるってことですね。もちろんめっちゃラグある。もう調べる大変だから。それはもちろん警察だから Google 社も開示すると思う。日本の警察っていう証明をつけて出せば、あ、このアカウントっていうのは、どこどこの日本の、そこで YouTube がね、住所と名前と口座情報が出るから、で、それを見て警察がそこに行けば、そのパソコンとか通帳とかあるん違うかっていうところで、その順番で捜査って大変なのよ。時間かけて地道にやっていかなきゃいけないから。だからそれが、公に出たのが、1月のタイミングだから、疑いがかかって、そんな半年以内に動くっていうのはむしろ早い方やね。はあ。それぐらい、ゆっくりゆっくり時間をかけてやらないと、ゆっくりというか時間かけないと、ゆっくりで、急いでも相手があることだから。はあ。そっか。だから、理論で言うと、いや、やってるバックルみたいなことは、週刊文春と一緒じゃないですか。はい。捕まるっていうのは、はい、それをちょっとこの配信でまくし立ててるようなこの発言をしてるからってことなんですか？もちろん、あのね、
名誉毀損っていうのも民事も刑事もあるので、明らかにその悪意が高ければあの名誉毀損も刑事も動いてしまうわけよね。脅迫っていうのは脅すことだから、 YouTube 上でお前殺したるからなとか、お前がいせよお前めっちゃあるからなしたるからなみたいなのはおそらく脅迫になるんじゃないか。まあ、特に入れ墨とかしてるとすごく脅迫率、まあ、認められる可能性上がる。はあ、そんなね。それはだって、同じ殺したるぞっていうのも、その、子供が言うのとね、はあ、こんな顔して入れ墨入れてるから、まあ、殺したるぞでは違うわけじゃないですか。うんうんうん、だから、その裏側とかも全部、その全体の流れからしても、一応チェックはするけども、はあ、それがだから、脅すっていうのが脅迫罪で、名誉毀損っていうのは、その、公然と事実を指摘することなので、例えば誰々と誰々がキスしましたっていうのは、事実であったとしても、まあ事実というか、それが本当か嘘かは別にして、その人にとってはやっぱり隠したいこととか、でそれによって、その仕事が影響したりすると、やっぱり名誉毀損。はあ、で今回で言うと、あの、やっぱ普通に芸能ルートからのそういう警察からのっていう流れなんですか？いや、誰がやったかは分からない。公にされてないですね。そうか、そうっす。でも有名人だから芸能人もいっぱいいるんじゃない？芸能人、YouTuber、実業家いるんじゃない？それはもう。そう、それの何件もあったから動いてる可能性もあるみたいな。うん、ああ、もちろん複数だというには想像されてますよね。あ、そうそう、うん、複数。でもじゃあ一応、その国会とかって、質問するのとかって、うん、党で事前に打ち合わせしたりするんですか？もちろんもちろん。そうなんだ。質問は暴露とかですか？するとしたらやっぱ。いや、暴露も何も、だってうちは国会でガーシーにやってほしいの、 NHK の犯罪をやってほしい。 NHK も犯罪してるからね、うん、だから NHK さん犯罪してますよね、郵便法違反認めましたよね、うん、じゃあ去年の12月10 24日に郵便法認めました、じゃあその犯罪によっていくら儲けたんですかというのが質問になるわけですよ、うんうん、はあ、いやだって2700万通も違法な郵便送っといてね、いわゆる郵便局を使わなきゃいけないものを民間会社にやらしたんだから、郵便局にも当然安いと思うんですけども、どれぐらい安くなったんですか？2070万通ってじゃあいくら儲けたんですか？じゃあ10億円ぐらいです、じゃあその10億円どうするんですかとかいうことを聞いていくのが質問でしょ、はあ、なぜ実施しないんですかいやそれはそうでしょ、だって3年以下の懲役のことやってるから。 NHK さんそんな犯罪しといてね、国民に自由に払って言えると思いますかっていう、これがまさに質問でしょ。ああ、そうです。それをやる可能性があるんですか、今ってこと。うん、だからガーシーがやらなければ、うちの浜田君がやるでしょうし、もちろん国会議員、誰でも、そういう、あの、国会議員の人は質問する権利があるので。ああ、あの、桜井さんが、あの、記者会見でも言った、あの、モンスター議員を生み出してしまったんだ、ガーシーの質問、はい、討論が楽しいですね。うん、あのこういう暴露することになると思うみたいな、うん、それは NHK のことですか？ NHK のことだけじゃない、それは。だから国会では名誉毀損していいってなってるから、まあ、名誉毀損していいって言い方を直接的に言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、はい、要はあの国会での発言は責任を取らなくていいって、これも憲法51条に書いてある、はい、だから誰々が昨日あのまた去年ね、こういうね女の子を少女を回春してましたと、それを別に言っても名誉毀損にならない。なるほど。はい。我々国会議員っていうか、まあ俺は国会議員じゃないけど、国会議員だって警察みたいに捜査権がないから、うん、警察は裁判所の許可があればガサ入れをしたりとか、逮捕して取り調べしたりとか、銀行口座の動きを教えてくれて銀行に言えば、捜査権ってめちゃくちゃ強いわけ。でも我々には調査権しかないから。うん、ということは、すべてをきっちりと捜査して真実をもとに質問できるわけがないから、こういう噂があるけど、どうやねんって、例えばあなた、なんとか大臣、あなたはね、昨日女とホテル行ったっていう目撃情報あんねんけど、どうやねんっていうことが言える。それが普通は N さんとかなるわけじゃん。A さん。A さんと B 子さんが。それを実名で言ってもセーフな問題。すごい視聴率高そうな国会ですよ、そう、だから、モンスターを生み出したっていうのはそういうことで。だから、ガーシーが逮捕を恐れたりとか、罪の償いをせずに、そのやろうとすると、やっぱり逃げてると思われるよね。だから、堂々と日本に帰ってきて、国会で、彼の中での不満をぶちまければいいと思う、ね。怒りとかをぶちまければ、それは、
結局国民を味方につけたら勝ちだからね。だから逃げ続けるっていうことは当然国民はなんか悪いことしてるから逃げてるんでしょとか、なんかその死なばもろともって言ってたのに逮捕ごときをビビってんのかってなるわけでしょ。でもガーシーももう50過ぎてさ、このままどうするってなった時に、まあそこまで言うんやったらもうちょっと最初国会行かへんって言ってたけど、もう堂々と言ったるわって言って3月に帰ってくるって言ってるわけなんで。はあ、なるほどね。うん、緊張か、知りませんその3月。そうだよね。だから予定通り帰ってきたらさ、すごいと思うし、だからどうしても俺は返したくないという動きがあると思うけどね。逆に？いや、それは帰ってきたらうだいじゃん、普通に考えたら。だってほんまのこと言われるんだから。そっか、いや、帰ってこられたら困る国会議員さんはいっぱいいるって。国会議員だけじゃなくて、主に国会議員じゃなくて、その、タレントさんとかそっちよ。あ、それも。要は、ガーシーはビビリだと思われてるから、外国に逃げるような人なんだから、日本に帰って来させたくないから被害届を出してるって考えた方が自然やと思うよ。だって、そんなの、日本に帰ってきてほしくないからやってるわけで、日本に帰ってきてから被害届出しても遅くないわけよね。まあまあ、どっちにしても、帰って来られたら、誰が被害届出してるかバレちゃうわけよ。あ、そうなんですか？だって今、誰が被害届出してるか出てないじゃん。うん、うん。でも、ガーシーが帰ってきたら、誰が被害届出してるかっていうのは、取り調べでわかるじゃん。あ、そっか、こういう被害届がどこどこになるか、うん。そうそう。だから具体的に、どの発言が脅迫とか、どの発言が名誉毀損っていうのを報道せざるを得なくなってくるから。もちろん聞いた弁護士さんは当然それ言うから。だって被害者がわからないのは世論ではどうしようもできないんでしょ。あ、匿名の被害者って言われても、わかりようがないんですけど。そうそう、そう。なっちゃうもんね。うん。だから被害者は、その犯罪の二次、被害を受ける可能性があるから結構泣き寝入りする人もいるわけじゃん。レイプされた人とか。うん、訴えたら、もうその人捕まって刑務所行って出てきてもまたやられるんじゃないか。だから私は訴えない人も世の中いるわけよ。うん、だから、今、ガーシーですら誰に訴えられるというか分かってないわけよね。でも、当然裁判していく上で、この事件について君は認めるのか認めないのかってなったら、被害者誰か分かるよね。ああ、そっか。あれですもんね。特に女性とかのタレントさんの、無言を貫くのは、逆に裁判とかしないのは、はい、それしちゃったら、それについて事細かく質問をされるって、それが事細かく、そうそう、その通り、その通り。世に出ちゃう。はい。っていう。そう。ことなんかしてないんだみたいな話されましたもんね。うん、そう。だから自分の、その 50% しか、半分しか事実じゃないけど、でも逆に半分事実ですとなったら、それはもう訴えない方が、っていうかもう自分がどこどこの男とエッチしたしてないとかってなってくると、イメージが下がるだけだから、それは泣き寝入りってことになるわけ。泣き寝入りする人が多いでしょ。はぁ、すごいなぁ。すごい知ってた。でもなんかよく、ワイドショーで叩かれてるのはあれですよね。ガーシー議員に払われてる公費がどれぐらいなんだみたいな、これが税金から吹かれてるみたいなよく言われてますけど、まあそれは主に言ってるのはひろゆき君とかはそれ言ってるけどね。まあでもそのなんだろう、国会っていう場もいろんな人が僕はいた方がいいと思うんでね、まあ、昨日水道橋博士辞めちゃいましたけど、病気で来れない人もいるし、まあ、ガーシーのように最初から来ない人もいるし、学校とかでも一緒だと思うんだよね。で、国会っていうのは多様性を認めるところだと思うんだけどね。だから来なくてもお給料払えるわけよ。お給料というか、まあ正確に報酬なんだよね。その選挙で勝たないといけないわけよね。で、その普通の会社だと仕事しなきゃ確かにお給料もらえませんっていうのは、その人たちは時間をお金に変えてる人たち。時給いくらとか月給いくらっていうのは、時間でお金をもらってる人なので、会社に来なければ給料払わないはわかるけど、国会議員っていうのはその時間でやってるわけじゃないので。だから報酬っていうのは支払われるんだなっていう。彼が当選してるから、俺がガーシーの部屋で仕事をして、NHK の犯罪とか暴いたりとか、NHK の被害者を救ったりとか、仕事をしてるので、その、まあ、なぜこんな制度を取ってるかっていうと、俺は結構人にお金を渡したい。だから、そう、冷蔵庫壊れました。生活の方しか冷蔵庫壊れました。じゃあ、出してあげたいの。だから、NHK に裁判されました。受信料払いませんって。出してあげたいの。そしたら、お金出す人って選挙出れないの。買収になるから。立花さんが冷蔵庫もらったから、立花さんに一票入れようってなるから。
政治家は国民に物やお金を渡していけないわけ。で俺は政党の党首としては渡してもいいから、俺は国会議員にはならないけど政党の党首としてお金を渡しますよ。でガーシーは立候補してくださいっていうことで、ガーシーと浜田くんがいるから俺はここの部屋で仕事もできてるし、国からたくさんお金ももらってるので、そこを住み分けしてるの、うん、すごいな。DJ 社長を出馬するみたいな話は一瞬ありましたもんね。うん、一審とかなくなってるとか、そもそも選挙がまだいつか決まってないので、とりあえずこれはもうやめましょうと。ただ衆議院というのは急にね解散ってなると始まるので、うん、まあ、そうなった時に一気にまた集めるから、その時にどうするか決めてよっていう話です。はあ、今後やっぱあれですか、同じようにガーシーさんみたいなのってなんですか、インフルエンサーというか SNS 上でこう数字持ってるような人たちをこう擁立していきたいなっていうのはあるんですか。やっぱもちろんそうよ。まあそうですよ、だって。いやもちろん誘うよ。いやいや僕はそんな違うよ。誘うっていうのは一人だけでやったら僕はってなるんだけど、YouTube で100万再生とか、まあ、100万人以上いる人たちを集めたら、もう YouTube で選挙が盛り上がって再生ブワーッと上がるわけ。で、なぜその声かけるかって言ったら、別に選挙と政治はバラバラに分けたらいいと思ってるわけ。昨日ね、山本太郎さんが、水道橋博士がね、もううつ病だからって議員辞めたわけね。そうすると2番の人が繰り上がるのね。あ、そっか。で、2番の人は1年で辞めさせますって言ったわけ。で、今度3番の人が今度やる。で、3番の人も1年で辞めさせます。で、4番の人が上がります。っていう感じで、選挙で票を取った人が政治家をするっていう決まりはなくて。だから僕も6年間参議院議員ができ、やろうと思えばできたんだけど、もう2ヶ月で僕は辞めることによって、浜田聡くんが繰り上げ当選。浜田くんは選挙落ちてるけど、議員になれるっていう法律があるから。なるほど。じゃあ分かんないけど、仮に今、もう やんないって言ってたけど、DJ 社長が受かって、2ヶ月で辞めて、その次の誰かが受かる可能性もあると思うんですよ。例えば、めちゃくちゃ分かりやすいのは、その、三谷くんがめっちゃ人気があるから、もうだって YouTube でめちゃくちゃ再生あるから、三谷くんが出るじゃん。でも、俺通っても、1番に入れといて、2番のやつ、俺すぐ辞めるから、2番のやつ繰り上げ当選させてやるから、もし俺が通ったら、すぐ辞めるから、国会議員になる人、そのみんな、街録チャンネルの、オーディションするから来てってやったら、みんな来るわけよ。国会議員したい人たちが。はなぜか、これ何の制度かっていうと、三谷くんは有名なわけよ。YouTube チャンネルで。YouTube チャンネルが有名なだけですけどね。YouTube チャンネルで有名じゃなかったら選挙当選しないわけよ。世の中にはすごい勉強ができる東大出てる人とかいるけども、はい、有名じゃないから政治当選しない人の方が多いのよ。めっちゃもうね、研究所に入ってずっと研究してる人とか、もうすごくこう真面目にそのお医者さんとして働いてるとか弁護士として働いてます。でも世の中そんな人って誰か分からへんわけよ、はい、選挙出ますっても票入るわけないよね、うん、でも、三谷君の場合は、僕が出ますって言ったら、あ、いつも頑張ってるから入れようってなるわけ。あ、まあ、まあ、そうですね。そうだよね。まあ、それはだから、ガーシーさんですもんね、今後。そう、だから、選挙と政治をする人を分けましょうって俺は言ってるわけ。あ、だから、立花さんが、その政治の部分になってるんですよね。だって、頭のいい人しか政治化しちゃいけないんだったら、投票する人間も試験させなきゃいけない。国民主権って言って全ての人に選挙権を渡してるけども、これはこれでいいのかって本来議論しなきゃいけない、うん、だから人を裁く裁判官になるにはちゃんと司法試験パスしていろんなことをして、だからあなたは死刑ですとか、あなたは懲役15年ですって言えるわけよね。例えばお医者さんでも勉強してるから人のお腹切ったりとかできるわけよね。それ資格もらえるわけよね。だからそもそも選挙に投票するのも政治や法律のことがわからない人に一票与えていいのかっていうことを本当は考えなきゃいけない。めちゃめちゃ知識がある人の一票と、そう、まあその通りです。ぼーっとしてる人の、ぼーっとしてる人って、いやでもその通りなのよ。だからぼーっとしてる何も考えてない人の一票と、すごく世の中の勉強して法律も勉強して考えてる人の一票が同じっていうのが、これ民主主義の基本中の基本なんだけども、本当にそれでいいんですかって問題提起してたけど。でも、じゃあ、それでいいと。
言い方あれ、ものすごく簡単な言い方すると、バカと賢の一票を同じにするならば、じゃあ、バカの方を、これから票を取った方が、取りやすいわけ。みんなこっちばっかり行くから。うん、賢い人から票を取ろうとするから。でも、バカな人たちとはあるけど、あまり政治に関心ない人の方は、そもそも選挙に行かないから。でも、ああ、三谷も出るよ。DJ 社長も出るよ。ヒカル君も出るよ。ホリエモンも出るよ。もう他にもいっぱい出るね。エガちゃんも出るよと。まあ、なんかエガちゃんやったら入れようとかと思うよね。エガちゃんだったらガーシーさん以上で集まっちゃうかな。だってエガちゃんは別に、エガちゃんが政治をしてくれたら面白いかもしれん。でもエガちゃんが応援する人、エガちゃんが選んだ人に政治家やってもらおうとなれば、エガチャンネルでオーディションしたらいいじゃん。エガシラチャンネルでオーディションします。じゃあエガシラさんが審査員で。だって東大出てるの？医者なの？とか。あなた弁護士なの？でも政治家やりたいの？って言ったら、わかった。じゃあ俺が立候補してやるから、俺が当選したらすぐ辞めるから、君、国会議員やりなよってやったら終わりなんですよ。はぁ、あ。すごいですよ。今までそんな、そういう北川さんみたいな手法を取った人って、これまでいるんですか？いないから、時代は変わったわけ。もちろん、エガちゃんが立候補しなくても、エガシラチャンネルでこの人応援しますで、エガちゃんが応援したりだけの話だから。これまでテレビでしか有名人は作れなかったのが、YouTuber が有名人になってきたわけよね。だから、テレビで有名な人よりも、YouTuber を集めた方が選挙通りやすい。YouTuber 議員第1号さんもね、ガシリさんもらえに行ったので。まあそうですね。まあ一応第1号は俺みたいなもんだけど。あ、そうか、立山さんも。俺はもう YouTube だけでほとんどやったから、お金儲かったからね。再生回数がだって月1200万とか入ったから。1200万まで入ったから月。そうですね、選挙でお金普通出てきますもんね。普通選挙とか出てるでしょ。でも YouTube で選挙すると、だって三谷君が出るって言ったらまたこれ再生上がるよ、どう考えて。いや、ヒカル君も青汁もガーシーの応援に入ったじゃん。あれはだから再生が上がるの。で、テレビで売れてる人は、選挙に出ると CM がなくなるね。CM が飛ぶでしょ。さあ選挙に出るんだったらうちの商品も無理ですってなる、YouTube の場合はスポンサー契約をみんなしてないから企業に叩かれること、そもそもだからレギュラー番組とか CM 契約してないから、YouTuber はむしろ自分の再生数を回すには自分が選挙に出て政見放送でおもろいこと言おうっていうのが YouTuber よね。でもテレビで売れてる人たちは選挙に出ると、スポンサー、いわゆるテレビのスポンサーって CM だから、それこそ CM、まあ、YouTube はランダムに出るからね。でも、その、自分のスポンサーの、例えばトヨタがスポンサーついてたら、いや、俺自民党嫌いやから、自民党から立候補するようなやつを使ってる番組のスポンサーがトヨタやから、トヨタの車買わないって人が出てくるわけよね。だから、テレビタレントは政治色を消してくださいなのよ。みんなやめますもんね、番組テレビ局にいたら分かるでしょ。政治的な発言しないでしょ。俺なったら、だからこっちこの子そうやんか、もう映してあげてる、この子。杉並区。山本、杉並区の山本真央ちゃん。元 HKT48 の。すごいですよ、これ、この SJJ でしたっけ。うん、はい。40。今、まあ、ほぼ48人かな。すごいですよ、これ。うん、これだから、こうする人です。でも、これもその作戦どうですか？言ったら、その、もう見た目可愛くて、まあ、言ってさっきの、ちょっと、バカな人の票を集めるための、可愛い人たちで。はい、その通りです。で、政治は私たちがやるみたいな。その通りだ。はぁ。だから、まあ、この子たちは本当に女性だから、政治のことは分からんでも、とりあえず当選して覚えていったらいいやん。なんでそんなの、政治って分からなきゃ、別に選挙でさえ勝てば政治家になれるんだから、私たちは女性の、政治家が少ないから、だから、立候補しますと、家族に反対を受けたらいろいろとね、選挙中にいろんな変な人が来るかもしれないけど、それでも頑張りますって人たちを集めたわけ。はあ、すごい。あ、ちょうど話戻してば、だから彼女も CM が、CM とかテレビ出演が決まってたわけ。1月の8日に、ゴルフの番組出る。でも、選挙の表明したから、お蔵入りになったわけ、テレビ。だからそうやって選挙に出ると、テレビの仕事がなくなっちゃうわけ。で、テレビの仕事がなくなるっていうことで、これまでだからテレビの有名人は選挙に出ないわけ。YouTuber は選挙に出るとお金が儲かる。いわゆる日頃自分たちじゃなくて YouTube だけじゃなくてネットニュースとかテレビにも出してくれるから、
YouTuber としては再生数が上がるから知名度も上がる、出た方が得、テレビの人は出たら収入が下がる、仕事もなくなるとすると、どんどんこっちの人が出てくるわけね。だから宮迫さんにもお願いしようと思ってるし、もうだって宮迫さんもういいでしょと、テレビもういいでしょ、もちろん中田のあっちゃんとか会ったことないですよ、中田のあっちゃんも、もう、うん、でも全然西野さんとかね、あのキングコングの、へえ、まあそれいや、もちろんだから YouTube で再生上がってる人は、うん、みんなで集まってお祭りなのに選挙しようって言ってたけど、なるほどね、この流れは止めれないよね。だから DJ 社長も堀江さんがおるならって感じ、あれ取ってくれたら全然わかるじゃん、これは政治家女子48党ね、うん、だから堀江門がもう DJ 社長と、うんうん、あのコラボしてたから、DJ 社長は僕の素材無料ですよって言うから話をしに行ったわけ。はあ。で、まず DJ 社長許可取って、こんな感じで行きますって、堀江さんに許可取って、だから、美佐君もやってくれへんって、大次郎人もお願いして、はあ、昨日、ごぼうの党の奥野さんのとこ行って、奥野さんも OK だったから、ここに奥野さんの写真入れて。すごいメンバー。で、もちろんその後、ABEX の松浦会長とか、もちろん光くんにもこれから。へぇー。ゆっくりゆっくりでいいんだよ。別にあちこちにその OK もらいに行っても。まあ、どうぞ。だから今こういう感じやってます。今これだけの人が集まりました。で、この子たちが立候補します。当選だけしました。って言って、女の子で5人とか10人って、今度青汁ヒルズでも20人ぐらいで押しかけたろうかと。へぇー。曲とか出すの普通に。ああ、もちろん曲も。だから今、DJ 社長が曲はプロデュースしてくれるって言ったし。ああ、そうそうそう。舞台もやることが決まりました。私を議会に連れてって言って舞台。来年か、今年か。今年の8月に、7月稽古した8月によって。楽しんでますね、選挙。いや、そうそう、平和だから。平和だから、日本って平和なので、意外に、今の日本変えなきゃいけないっていう人たちいっぱいいるのよね。よく聞くでしょ。この国はこのままでいいんですか、でも、多くの人は、このままでいいと思ってる。選挙行かないから。それで知らないでしょ、選挙のこと、政治のことって。それなぜかって平和だから。生きてますね。うん。ってことは、平和である以上は楽しもうよ。歌って踊って、お芝居して、ゴルフして、叶えたらいいじゃん。人生って楽しいことをこの子たちに教えてあげると、この子たちと一緒にやっていく。人生ってそんな難しいことよりも、楽しんだ方が病気にもならないしっていう考えがある。なるほどね。うん。これに、まあ話を戻せば、ガーシーこういう女の子たちいっぱい知ってるからさ。そのほどどう？あの、こんな感じか。だから記者会見もこんな感じで。すごい、もう普通に。うん。AKB ですね。うん。だからこういうことを僕たちはしようとしてるから、なんかガーシーが国会で出てないからとか、そういう、なんかこう、次元の話をしてるわけじゃなくて、なぜ若者が選挙に行かないのかって考えたときに、うん、面白くないからじゃん。じゃあ、若者が選挙に行くには、面白くすることが僕たち政治家に求められてるんじゃないのって。もちろん、ここに政治の近くにいることによって、歌って踊ったりしながらも、実は政治の知識は当然議会に出るわけだから入ってくるわけ。うん、で、同年代の人たちに政治のことを話していけば、どんどん関心が持っていって、私たち若い人たちが政治に参加しないから、私たちに対しての福祉がすごく、税金がちゃんと使われてないからっていうことで、ゆっくりと若者たちが政治参加していく。だ最初は面白くしたらないとみんな来ないじゃん。まあね、はい、そうですね。アイドルやりながら政治やりましょうっていうコンセプトです、ね、うん、コンセプト。だからもちろん、アイドルしたくない人はやらなくていいですよ。政治家だけでもいいし。したくない人もいい、うん、全然構わない。で、これがどんどんもっと大きくなっていくので、それで、選挙って毎日曜日やってるから、うん、これとりあえず大きな選挙がまとめて4月になるんだけど、そっからもどん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 選挙あるたびにメンバーを増やしていって、年に1回例の総選挙。本当ね、秋元さんにも声かけて、いや、もう堀江門から秋元さん行ってるから。へぇー。堀江門から秋元康さんに、もちろん、ね、うん、ABEX の松田にも行ってるから、ちょ、こう、パクってるけど、48がパクってるけど、すいません、秋元さん。ちょっと許してくださいみたいな感じで。でも、いきなりゼロのものを作ってくれ、ゼロを1にしてくれって難しいから、こちらもある程度こうやって動いて、これ面白いよね、みんなが知ったら、いろんな人が応募してくるじゃん。
で、もうこれをこの全国に展開しようと。ちなみに選挙ってもう本当通るんですよ。例えば山本真央さんね、杉並区、杉並区って多分50万人ぐらい有権者いるんですよ。50万人で当選するのが2500票ぐらい当選するんじゃないかな。お、そんなもんで。はい。そのね、世の中の人があまりにも選挙のシステムを知らなさすぎるんですよ。で、これね、皆さんこれを説明すると、あーってなるんですよ。これ映るかな。杉並区って有権者47万飛び、527人いるんですね。これ4年前の選挙です。70人立候補して48人通ってるって意味です、これ。めちゃめちゃ低い倍率ですね。うん、倍率です。半分以上通るんですよ。で、一番の人でも6000票しか取ってないです。47万人の中から6000票なんです。で、48番まで通るんで、この鼻のついてる人、左側の鼻のついてる人が当選で、だからここまでが48で、この人49位ですよね。19票。そう。2000飛び22票、2000飛び20票、2000飛び飛び1票で当選落選が決まっていくと。でも、こうやって2000票取れば当選するので、有権者47万人もいるのよ。ということは、200人に1人入れてくれても、2350票だから、当選しないわけがないと思う。すごい。面白い。だから、みんな通ると思うよ、俺。ちょっと楽しみですね、それ。うん、こんなの、だって当選、落選する方が、難しいと思う。今回は一つの選挙区一人だけど、今度は別に一つの選挙区3人とか5人とか出しても4年後は通るわけよ。だって女の子20代おれへんもん。見てもらったら、ここちょっと一番大事なところで言うとね、一番の人がこれ38歳の男性で、小林由美さん30歳。もう2番よね。まあまあ可愛いです、この人ね。でも、こうやって30歳になると2番で当選しちゃうのよ。ここで30歳の女性が2番でしょ。これ27歳男性だけど、もう若い女の子、まあ俺、この人50歳。この人54歳でしょ。で、杉並は若い女性が出て、この子も30歳なんだけど、この人はもう超過激な左派の人で、ひろゆき君にこの間ボロカス言われてた。アベバ TV に出てね。でも、もう30歳でまあまあ可愛いから通っちゃうのね。ただ、国会議員は難しいのね。でも、こう、区議会議員っていうのはもう全然いないでしょ、女の子が。で、こんな感じで若い20代の女の子なんか出ていったら、もう本当に都会はもう全然。で、収入いくらやと思う？年収。うん、食いかけ当選したら年収いくらやと思う？500万ぐらい。1200万。そんなもらえんすか、食いかけ。はい。1200万もらえます。まあ、報酬は100万ぐらいだけど、政務活動費とか入れると、だいたい1100万から1200万。だから月100万もらえる。へぇー。どれぐらい働くと思う？月曜日から金曜日まで行くと思ってる？いや、結構個人の自由みたいな。いや、まあ、議会がある時だけなんで、だいたい50日ぐらい、年間。はぁ、そっか、だからアイドルできるってことね。できる。しかも行っても2時間ぐらい平均。要は、年間100時間ぐらいで、1200万もらえる。時給12万円。すごいな。もちろん場所によってはもうちょっと少ないし、もっと仕事しなきゃいけないから、時給12万円と一概に言えないけど、でも時給数万円であることは間違いない。はい。そんなもう何千円単位にはならない。2万とか3万とかにはなるので。すごいな。だからこのビジョンが立ったの？この人たちだから説明したわけよ。美味しいでしょ？だから、アイドルをしながらいつ、アイドルで飯食えなくなるかわからないとか、でも夢を追うにはまず安定した収入でしょ。収入があればゆっくり落ち着いてレッスンもできるし、ネイルとかメイクもできると。もう何よりも政治家アイドルっていうだけで仕事が増える。何それってなるの、うん、だって政治家っていう、アイドルは自称でいけるけど、政治家は自称じゃなくて選挙通らないと言えないから、うん、こういうのもだからインターネットがあるからこうやって人が集まるの。インターネットがなかったら地元の人とは直接説明
自分一人と説明していかなきゃいけないけど、もうネットがあるから、もう多くの人は立花を見たとか DJ 社長の CM 見たとかで集まってきて、で、あとは YouTube で説明したら、ああ、分かってますっていう人が残って、で、この子たちが実際当選して議員をやり出したら、私もやりたい、私もやりたいで、うわーって広がっていくわけ。これをプロデュースして、もちろんある程度軌道に乗ってきたら、俺はこっちの方は全然前面には出ないので、もうだって聞かれたことを質問していくわけで、当主は俺じゃなくて、これ夏目さんっていう女の子で、夏目ちゃん今写真ないか。あ、そっかそっか。夏目さんこれ、この子。NHK と別なんすもんね。違うよ、これ NHK とは別だから。この子がアイドルの政治家。そうだね。この子はだからバッチしてる通り、もうすでに当選してる。あ、当選してるんですか、ね、この子は、だから、4年前に NHK 党で立候補して、アイドルとして立候補して当選したのね。あ、で、アイドルでこの子が現職だから、アイドルのこのグループの今代表投資をしてもらってる。うん。で、この子の4年間の実績を他の子たちに説明してるような感じ。あ、ありがとうございます。あの、テレ朝で、あの、報道ステーションであの、はい、激切りして、あれはもう、そうしたら、もう、いやいや、あれもまだ裁判してる。あ、裁判してるんですかね。裁判してる。だって、明らかに、俺の発言を奪ってるから。テレビ局の意に反する発言をしたら、退場させますって言われて、文章をもらったわけ。うん、その文章を読むっていうことを言うと、やめてくださいってなった。オンエア、オンバー前にね、生放送前に。いや、それおかしいじゃんって。だって、テレビ局が判断することじゃないじゃんって。テーマか、その、外交防衛に関するテーマから逸脱する発言をしたら、出て行ってもらうって言われたから、だからテレビ局の監視のもとに俺は喋ることについて、この文章を読ませてくださいって言ったらそれダメってなったから、それででも生放送中に読んだのよ。読み出したら案の定妨害してきたわけ。それはテーマと違いますっていう。いやでもテレビ局の妨、その圧力って妨害じゃん。それがテレビ局が国民を洗脳して戦争に突き進んでいった歴史を考えたら、テレビ局が政治家の発言をその制御するっていうかコントロールすることが一番危ないって俺は言いたいわけよ。で、それを追い出されたから、今裁判してる。あ、今、立花さんが訴えてるってことですか？もちろん。そうなんだ。で、テレビ朝日は嘘ばっかり言ってくるから。なるほどね。で、俺、全部録音撮ってたから。ああ、その？うん。はあ、嘘言ってきたからね、録音出そうかなと思ったんだけど、裁判に勝つよりも嘘の証言させて、こいつ嘘の裁判で嘘の証言したって後から録音公開した方がおもろいなと思ってYouTuber でしょ、考え方がすごいですね。裁判の録音って取れないんだけど、文書が出せるから、何を喋ったかっていうの、それと録音をこうやってみんなに聞いてもらって、ほらここ嘘ついてますよね、これ偽証罪ってやろうと。へー、もう裁判で買ったところで何十万か100万ぐらいしか入ってこないんだったら、テレビ朝日のその大越キャスターとかプロデューサーが、あの、嘘をついたことを YouTube でやった方がそんなニュース番組いいですかっていうことをやったかも。もうだからそれこそこの街録チャンネルでやってほしい。で、俺はなぜ今日もシュッと受けたんガーシーの件で、俺自分のチャンネル収益化してない。まあ、正確に言うと出てきてない。剥がされてたんですよ。うん。で、それめっちゃ良かったなと思ってて、世の中の人っていうか YouTuber は再生数があって広告入るじゃん。はい、だからみんないいもの、最新のトレンド追いかけてやるじゃん。で、俺の場合は自分のチャンネルで紹介されてもお金も入ってこないんだけども、自分のファンに見てもらうよりも、いろんなチャンネルに出て、まあそうかそうですね。支持を広げて、投票によってお金もらってるから。だから、いろんなチャンネルに出て、そのチャンネル人の再生が回れば、お互いウィンウィンじゃん。そうですね。うん、だから、こういう案件も、よかったら取材に来てくれたら喋るよ。あれも全然終わらせてない。テレビ朝日追い出されたことも追い出された。あの、全然終わらせてない。終わってないんだ。要はね、政治家の、これまでの政治家は、うん、テレビ局に好かれたいわけ。でも俺はテレビ局なんかどうでもいいわけよ。テレビ局を袖にしてるわけよ。バカにしてるわけよ、うんうん。そうすると YouTube 盛り上がるじゃん。うんうん、だからその手法を取ってるわけ。へ、一番テレビをバカにしてる人間。でもテレビ局呼ばざるを得ないじゃん。うんうんうん、
国政政党の党首だから、うん、で行ってテレビ局でバーって暴れて YouTube にテレビ局のいかに無能なものをあなたたち国民は皆さんこのテレビというものにどれだけ騙されてるか、それを暴れてそれで YouTube に持っていく、でさらに裁判という、さらにそれもエンターテインメントにしてしまうすごいね、殺される可能性ですか立花さんって。もう常にその危険を感じてる。ただボディーガードもつけないし、もう秘書も連れずに日頃歩いてるから、殺されるとかっていう時はもうそれはもう仕方ないよね。ただ俺は正義の夜を着てると思ってるので、あの電話番号も公表してるから、暴力団名乗るやつからも脅迫なんかしょっちゅう来るよ。へえ、それも丸々組ですみたいなこと言うんですか。言ってくる言ってくる。舐めてんのかって来たから、舐めてんのかってお前はやろ舐めてんのよって。暴力団を逆に脅してる。で、それは、俺は本当に真っ白やからクリーンやから。どっからの組織からも票ももらってないし、お金もらってないから、それは暴力団であろうが、反社であろうが、半グレであろうが、もうかかってこいよっていうレベル。もう、一種ちょっと完全に線が飛んでる。すごいな、パワフルですね。でも、それはさ、もう自分は本当に何度も死のうと思ったし、まあ、そのしんどい経験、うちなったって言ってましたもんね。だからしんどい経験をしたから、もう死ぬ勇気があったら何でもできるわと思って。だからそういう開き直りはめっちゃ強いと思う。なるほど。で、殺してくれるやつがおったら殺してくれたらええわと思ってる。もうしんどいもある意味人生。今はすごく楽しいと思えるからいいけど、なんか生きるってしんどかったのね、ずっと。だから今はこうやってふざけてると言われるけど、ええやん、ちょっとぐらいふざけさせてくれても、ね、真面目にこの国のこと考えてるよ。全然この子たちは楽しくやってくれたり、でもこの子たちが議員になってくれることによって、俺が議会で発言したりとか党のいろんな政治家を集めることができるので、それもそれで逆に役に立つ。ありがとうございます。今日はお時間、はい、いやいや、2月10日19時半から街録チャンネルトークライブ横浜開催決定。前売りチケット2000円から販売中です。終演後オンラインサロンメンバー限定のオフ会も開催いたしますので、ご興味のある方入会お願いします。そして随時街録チャンネル出演者募集しておりますので、ご応募お待ちしております。2023年内に200万人突破を目指してますので、登録してない方は登録、登録してる方はご家族ご友人におすすめお願いいたします。よろしくお願いします。